クルシャット、こんにちは。こんにちは。動作の中の動作のパッチョ、突破ないです、うん、よし、行くぞ行くぞ。今日は、19日から、うん、3月19日から来る新イベント、うん、デーモンズオペラ、デーモンズオペラ、オペラ、デーモンズオペラで、うん、出てくる、ガチャで出てくる新キャラクターに、うんうん、3体いましたね。3体います、うん、ロンミオ、ジュリエット、&オセロ。オセロ、この3体のうち新ストライクショットを持っているロミオ、ロミオちゃんをちょっと新イベント始まる前にチラ見しちゃおうという企画でございます、うん、実際どんなものかっていうことですよね。そうそう、実際その新しいストライクショットがどんなものなのかというのを見てみようと、うん、ステージ1回行ってみようと思うんですね、うん、そうです。でもすでに公式の方のお知らせで、どんなストライクショットみたいなのは動画に出てると思うんですけど、うん、あんな風にうまく決まんのかと、うん、私たちでできんのかっていう、もうそうそう、私たちテクニック問題っていうのあると思うんですよね。そうそう、もう皆さんお気づきの通り、私たちテクニック問題がございますので、果たして私たちでもあのストライクショットを使いこなせるのかというのをやってみようという検証企画になっております。やりましょう。で、どんなストライクショットかっていうと、うん、これ新しいストライクショットって言って、チェイン？メテオ？なんかあのメテオなんですけど、敵に多く当たれば当たるほど、うん、そのメテオのダメージ量が大きくなる、うん、というようなストライクショットになっております。イメージとしては最後のステージとかでバーンとロミオが来てストライクショット打って、まず雑魚と、うん、まあ、ボス自体も含めて当てて攻撃をバーンと与えるようなのがかっこよく決まれば、うん、ベストベスト。だからいっぱい敵がいるときに打たないと損。ボスだけになっちゃってもあんまり意味ないってことです、うん、そうですね。同じ敵に何回も当たっても意味がなくて、うん、たくさんの種類に当たらないとダメージ量は大きくなりません。4体以上当てると普通のメテオよりもいいダメージ与えられるという噂がございますので、4体、最低4体当てよう。これ当てたい。まだね、英雄の証は持ってるんですけど、つけてません。はい。素の姿のロミオを見てもらおうと思います。いきますよ。よし！来た！待って待って、ストップ！どう打つ、どう打つ？縦にこう行こうかなって。オッケー、行こう。こういう感じで。より多くの、もっと、もっとこう、入り込む感じで。4体は出てね。そっち行く。はい。行け！ストライクショット！どう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 ？最低4体に当てたかったけども3体にしか当たっていなかった問題がありますね。当てるのやっぱ難しいってことですかね。そのテクニック的なこと言われると、まあそれはもう頑張ったよっていうことしか言わなくてですね。うちもやりたい。あ、じゃあ逆で言ってみる、うん、じゃあパッチオさんは4体当てれるそうなんでね、ちょっとね、それを見せてもらいましょうね。じっくり見た方がいいかなってちょっと思って、それを見せてもらいましょうね。4人当てスピード乗りたいんだよね、うん、何のためのカーリーか、これで行こう。行け行け、ストライクショット。おー同じく3体。難しいんだな。ダメじゃない。消し詰めとかせ。はい、行きます。そっち行く。はい、あ、こっち行く。いや、もう任せる。花色さん行け。ストライクショット、どうだ。お、当たった。もちろん、おお、あ、5個。うおー180万。すごい。
消し積み解かせ。ちなみにカッパは？あ、カッパね。あ、忘れてた忘れてた。もうなんか感動してすごい勢いだった。死ぬ子だもん。死ぬ子だもん。ロミオはやっぱあれですね、このボスの最終ステージとかの雑魚がいっぱいまだ残ってる時に打つといい。かなり活躍、最後まで残してやばい。そうですね、もったいないことになっちゃいますね。さっき全部で何とあったんですか？最終的に4、最後の1体に当たれなかったですね。ギリギリ地雷の子に当たらなかった。なので4体で180万とか出てましたね、夢の素材ショットですね。すごい、これ5体いってたら何万いくんだろう。さっき多分さっきで半分以上減ってたかな、もうほぼほぼ4分の3ぐらい減ってます。もっといく？まあ、ボスの HP のボスにもよるんですけどね、減り量は。そうですね、にしてももう180万は出ている。ロマンですね。ロマン系ですね。村井さん好きそう。そんなロミオ様、じゃーん。これさっきフラとモンコマとか書いて、モンストの4コマ漫画とかをね、ファミ通さんで書かせていただいてるんですけど、その絵を書いてくれてる尾形先生が来て、ロミオ書いてって言ったら、ファイトっつって書いてくれました。似てる。ロン毛イケメン。この北には僕だ。わわ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 わ。こんなロミオ様、ロマン的なお話の中に出てくるロミオ様のストライクショットもロマンティックでございました。ですね。ぜひ皆さんもし当たったりフレンドに出てきたら、いい感じで使ってみてください。ね、これ結構腕の見せ所ですよね。なんか最終的に何体当たれて、どれくらいの攻撃力が出るのか、記録を聞きたいね。最大記録のスクショとか欲しい。緑のやつが7つぐらいとかね。確かに位置取りも結構ね大事ですよね、そこに至るまでの。ぜひ挑戦してみてください。ではバイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は登録をお願いします。 PC タブレットからご覧の方は動画の中に出ている登録ボタンをクリック。スマートフォンからご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンをタップしてください。またモンスターストライクの公式サイトや公式ツイッター、それから私たちパナパッチョとパナエの公式ツイッターのリンクも概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。